実施屋のアセチレンは炭素と窒素から構成される化学式 C4N2 の分子である。NCCCCN の直線構造を持ち、見栄結合と単結合が交互に現れる。二つの水素がシアン化物に置換されたアセチレンと見ることもできる。室温では透明な液体である。合成反応がエネルギー的に大きい吸熱反応であるため爆発的に分解して、 炭素と窒素に戻る。また酸素中では明るく青白く光り、すべての化学物質の中で最も高い 5260K の炎を上げる。ジシアのアセチレンは 2673K から 3000K に熱したグラファイトに窒素ガスを通過させることによって合成される。シアニド元が強い電子吸引き元であるため、ジシアのアセチレンは強いジエノフィルであり、 ィールスアルダー反応の良い主役となる。方向属化合物のデュレンに再孵化し、チカンビシクロオクタトリエンを形成する。このような方向属化合物に反応を起こせるのは、最も反応性の高いジエノフィルのみである。固体のジシアノアセチレンは、赤外分光法を用いて、タイタンの大気から検出されている。タイタンの季節の変化に合わせ、この物質は、凝縮したり蒸発したりし、 タイタンの気象学について研究することを可能にしている。対象型であり、そのため回転スペクトルがないため2006年時点で生観物質として検出する方法はない。しかし、シアノアセチレン等の似た構造の非対称化合物は観測されており、自死アノアセチレンも宇宙空間に存在する可能性が高いと考えられている。ありがとうございます。